日本の農業、世界の農業という、こういう題目です。日本も終戦後すでに60周年経ちましたが、日本は戦後の食糧不足に対処するため、農業組織を強化しました。また農業の構造改善事業と銘打って、巨額の補助金で農家を囲い込み、無タンパク質を基準にした食料増産を進めてきました。しかし食料が生産改善になると、次は農業と工業間の生活水準の格差を是正するというのに政策を裏返しまして、補助金の垂れ流しをやって、県業農家を増やしたのです。この60数年間の無謀な日本の農業政策は、農業の国際競争力をなくし、消費者にも財政にも大きな負担になってしまいました。将来性のある日本の農業というのは、国内の極めて効率の高い他の他の産業にある程度は対抗できるものでなければ、将来性のある産業としての発展は望めません。日本の農業で農業従事者の高齢化や後継者問題が深刻になっているのは、根本的にはこのような国内での他の産業との経済競争に効率の悪い競争力のない農業が負けているということです。そしてこの効率の悪い農業が日本の国民生産性を低くする原因にもなって日本の経済の足を引っ張っているのです。アメリカにはドールフルという農業会社がありまして、これが世界で一番大きな農業会社だと私は思います。そして私たちの町にはそのドールフードという会社の野菜部門とサラダの大工場があります。そしてこのサリナスの地域だけで6000ヘクタールの野菜畑、6000ヘクタールを栽培をしていますが、その6000ヘクタールの土地のうち、この会社は1ヘクタールも自分の土地は持っておりません。 100% 借地農業です。これが非常に日本の農業と違うと思います。また私たちの町サニーナスは世界的に有名な野菜の産地ですが、ここで独立して経営のできる野菜農家というのは最低面積が640ヘクタール、農家の最低面積が640ヘクタールだと言われています。この先生き残れる先進国の農業というのは、このドール会社のように流通を自前のものにできるか、もしくは少なくとも私の会社のように流通を先導していくための規模を持つかです。それが不可能ならグループ制度を確立して、ますます大規模になっていく流通機構に対抗できるような組織を作らなければ、農業としても企業としても勝ち目はないと私は思います。今日本では食料自給率の向上が騒がれ、またしても補助金をばらまこうとしています。しかし日本の農業従事者の平均年齢が60歳を超している現状では、これらも不発に終わることは誰が見ても明らかです。それでも政府は補助金さえ出せば自給率は上がると考えている。過去30年間恐ろしいほどの農業補助金を使いましたが、日本の農業は衰退の一方です。また自給率も下がる一方です。例えば日本の農業で最も意識の高いと言われている農業生産法人、これらの上位30社の平均売り上げがわずか10億円というのは寂しい話です。今最も重要なのは日本の農業を先ほど紹介しました、これをごめんなさい、紹介しているんですが、利益のある企業に変えることです。日本の農業は企業化されて若者にとって魅力のあるものになれば、後継者は自然に出てきます。そして日本の農業が魅力のある産業になって、国民の安全な食料の保障が得られるとなれば、
農業資金も自然に集まってきて、新しい日本の農業は栄えると私は思います。日本の農業を今日の世界経済の水準まで押し上げるためには、何よりもまず効果的な農業が営めるような規模拡大をしなければなりません。そのためにもまず農地法を撤廃して、農地の開放と集約をすることが急務です。しかしオランダの次に地価の高い日本の農地では、主作物である米の生産を例にとっても、高価な農地を買い集めていたのでは、世界の市場で対抗できるはずはありません。そのためには農地の長期的な賃借が合理的にでき、大規模経営によって生産コストを世界のレベルに近づけられるシステムを作らなければならない。まだ最近フェスタル農業生産法人や農業に参入してくる企業を核として新しい農業の形を作ることが何よりも急務なんだと私は思います。私たちの町サリナスの野菜栽培の会社は4月から11月までは地元で栽培し、冬の期間はアリゾナ州のメキシコの国境の町ユマの砂漠に出かけていきます。彼らは毎年1万5000人の農業労働者をとトラクターから収穫機械50トンもある予定の機械までも持って出てくるにこのユマの砂漠に行くのです。今はサリナスから900キロメートルあり、これは熊本から上海までの距離に相当します。この間1万5000人の労働者、1500台の労働者を運ぶバス、これを引っ張って出作りに出ていくんです。これには感心させられます。彼らはこのような形で合理的な周年栽培体系を作り、設備や機械の利用率を高めてコストダウンを図るとともに、自分の市場を12ヶ月間守っていくのです。このような方法を見習って日本でも米作りや植え作りの大規模経営を行えば、現状よりももっと有利な穀物生産がこの国内でできるのではないかと思います。またアメリカには企業農業がたくさんあります。サリナスでも野菜をはじめとしていちご栽培にも大規模な企業や投資資金が参入しており、一般の農家と競い合っています。アメリカでは特に大資本を必要とする食肉産業や大規模な施設園芸は企業による農業が盛んです。しかし日本ではこのような企業農業は毛嫌いされる傾向があり、全世紀的な日本の農業システムがまず反対の狼煙を上げるのだと思います。しかし日本の農業を世界に通じるものにするためには、企業的農業を奨励して十分な資本投下を行わせ、日本の農業を新しい形に変える以外には方法はないのです。今日本の農業に必要なものは国からの補助金や全盛的な農業行政ではなくて、新しいビジョンを持った農業者と近代的な農業を起こす投資資金なんだと私は思います。昨年の急激な穀物価格の値上がりはアメリカの穀倉地帯の干ばつから始まりましたが、このような不安定な市場を改善するためには世界の主要な穀物生産地を分散させる必要があると私は思います。20数年来騒がれている石油危機に比べれば、この穀物価格のコントロールは優しい問題なのです。なぜならこの世界の穀物生産は価格に比例して生産を伸ばせる可能性は石油よりはもっと大きいからです。昨年私はブラジルとアルゼンチンを回ってきましたが、これらの農業国には穀物生産の伸びるできる土地がまだまだ残されています。オーストラリアなどにも広大な農業用地が残っています。しかし日本にはこのような法律よく使える農地は極めて少ないのです。日本の1戸当たりの耕地面積はわずかに 1.8 ヘクタールですが、フランスの農地面積の平均は日本の25倍、
イギリスの31倍、そしてアメリカはなんと日本の100倍の面積を耕しています。日本の農業は1960年代には 国内総生産の 13% であったと言われています。1960年には 13%、 最近ではわずかそれが 1.5% 以下になっています。なんという寂しいことでしょうか。そして36万戸と言われる専業農家のために24万人の農協の役職員がいると言われていますが、これで日本の農業は立ち行くはずはありません。このことは日本の農業の究極の問題点です。そして農産物、特に穀物の大面積型の収穫量は知れたものです。なんとかして根本的に労働生産性を上げる方策を取らなければ、外国の穀物生産の足元にも出つけないのです。例えば日本の岡山とカリフォルニアとの米の生産を比較してみますと、その生産コストには10倍の開きがあります。もしこの岡山の米作を農地の集約化で現在の10倍の20ヘクタールぐらいの規模にすれば、おそらく生産コストは今の半分近くにではなるでしょうが、そうなってもこれはカリフォルニアの米作コストの5倍なんです。ですからこの日本の米の生産コストをカリフォルニアの2倍ぐらいに縮めようと思うなら、日本の米作農地の集約化によって平均で300ヘクタールの規模にしなければならない計算です。しかし300ヘクタールの平均規模とはどう考えても不可能なことです。このような国々に比べれば、日本の細切れのような農地は穀物のような低価格な作物を栽培する農地ではないということです。しかしいずれにせよ、この世界には今日70億以上の人間が住んでいて、今では毎年世界中で8000万人の人口が増え続けているようです。国連の予測では2050年には世界の人口は90億人を超して、この辺りで頭打ちになるだろうと言われています。それでも私たちの農業者にはこの先30、40年のうちに13億人分の食料増産を課せられているのは間違いのないことです。それでもこの今の日本の人口の10倍にあたる13億人分の食料をいかにして増産するかということですが、この先に 30年のうちには栽培技術の向上によって現在耕作されている世界の農地の農地から30% は増産されるでしょう。また今後のバイオ技術などによる品種改良によっても 20% ぐらいの増産は期待できると思います。それでもなおその残りの6億人分の食料を確保するための新しい農地が必要になると計算にという計算になります。しかし現実にはこのようなカロリー計算からの予想だけでは世界の農業を見るのは間違っていると。なぜならこの先、この世界は人口の増加に伴って経営発展が続き、人々は豊かになるのです。そうなれば人間はパンや米だけでは満足してはいません。生鮮野菜に果物、薬農製品、そしてビールやワインなどの消費が伸びるはずですから、これらの栽培や飼育する農地がその上に必要になっていくのです。私は数年前から日本の食料自給問題と世界の穀物生産の将来を考えて、機会があるごとにこれらの日本の農業が進むべき道は日本の総合商社が先導して、外国に残されている未開発農地を開発し、これを利用して日本の食料の自給だけでなく世界の国々ででも必要な特に穀物類の生産ができるはずだと話してきました。18、19世紀にはこのような仕事は農業移民や奴隷制度という形で成果を上げましたが、現在でこのようなことは考えることすらできません。既に時代はすでに変わっているのです。もう移民戦後は時代も一石も残っておりません。私がこの商社農業のアイデアを宣伝し始めて2年ばかり前に、三井物産が
ブラジルのマルチブレイン社をと提携するというニュースを聞いたときには、私は自分の耳を疑いました。このマルチブレイン社の耕作面積は15万ヘクタールです。ここで大豆やトウモロコシなどを作って外国に輸出していますが、その生産コストはアメリカの4分の3、日本の10分の1だと聞いています。どんなに日本の国内で補助金をつけても、生産コストにはこのような競争相手の5倍以上もかかるのです。そしてこのような未開の工場な農地は、世界中には何百万、何千万ヘクタールと眠っているのです。私がアルゼンチンによるの飛行場による俺たち寸前に飛行場の上を飛行機が旋回しているときに見た光景は一生忘れることはあります。見渡す限りの草原です。ちょうどアルゼンチンには日本の総面積がこっそり入る経験があります。皆さん考えたことありますか？日本の面積そっくり平均になっているような土地がまだアルゼンチンには残っているんです。アルゼンチンはもともと第二次世界大戦が終わったときには世界で2番目に裕福なんです。1番はもちろんアメリカ、2番目がアルゼンチンです。今アルゼンチンは下から数えた方がよっぽど早い国になってしまう。これは非常に政治がまずいことをやったためにこういう国になった。まだまだこういう国は、ね、資金を持ち込んで新しいタイプの農業をやるんだったらまだまだ、将来性のある国だと考えて間違いはないと思います。だから私はこういうところにもう今頃百姓が行って畑を耕して開墾してそして物を作ってそして食料増産、それはもうね昔の話です。もう今の時代の話です。そんなこと今頃やってやっちゃうものではありません。こういうものは資金を動かせる、ね、それから技術を持った、それから輸送ができて商売ができる、そういうものを総合的に兼ね備えた総合商社、この人たちにならせるんです。すでにこれが始まってます。皆様も昨年の秋に、このアメリカのドールの会社がフィリピンでのバナナの栽培部門とアジア地域でのジュースや缶詰部門を日本の総合商社の途中が17億ドルで買い取ったというニュースを聞かれたことでした。この事業はバナナでは年産75万トン、パイナップルでは年産13万トンとアジアでの屈指の生産量を誇っているものです。これが今度は伊藤忠が取り上げました。また穀物関係ではマルベリが36億ドルを投資しまして、アメリカの穀物商の第3番目の大きなガビロン会社を買収して、これでマルベリの穀物の世界貿易量は世界の 10% になると言われています。マルベリはここまで大きくなっています。こんなものは素人に百姓にできる仕事ではありません。またこのマルベリは南アメリカでもブラジルとアルゼンチンを中心にここ数年に穀物の年間の穀物類の調達量を500万トンまで引き上げると言っております。またこの他にも日本の総合商社の三菱商事やトヨタ通商も同じような計画を練っています。こうした総合商社による農産物の大規模生産はこの先の10年間で画期的な進展が予想されております。このように日本の総合商社は流通市場を抑えているだけでなく、比較から比較を含めて物流まで世界的な組織を構築しているのです。そしてこのような新しい国際農業開発は戦後60数年日本の農業がやってきた全盛期的な改革に比べれば非常に優れた、またそして安定した新しい形の日本の食料自給の源を作り上げるとともに、さらにまた国際協力の一環としても大きな意義を持つものだと私は思います。日本は今幸いにも膨大な金融資金を抱えています。資産を抱えています。
そしてこの国の将来のためにも、そしてまた日本の自国の食料の確保だけでなく、広く世界の人類の将来の食料確保のために、この世界農業開発ファンドというのを作り、21世紀の世界の80億の人類の食料の確保のためにも、人汗を流す方策を我々の力で真剣に考えてみるではありませんか。ブラジルとアルゼンチンの友人たちに聞いてみたのですが、これらの国で穀物生産農場の開発費用は、バスによってはまちまちですが、もし1万ヘクタール当たり単位で開発を行うのであれば、10アール当たりの国経費はわずか2万円以下でできるだろうと話しています。このような土地で穀物生産ができるのであれば、高いコストをかけて国内の農地の集約をやるよりは、日本の国にとっても素晴らしい将来の投資になるはずだと私は思います。幸い日本には使い切れない大金が眠っています。昨日私は農林中金に、呼ばれまして、ちょっと、幹部の方とお会いしてお披露いただいたんですが、非常にこういうやり方に興味を持ち始めております。皆様方のように外国の農業を知っている人たちが中心になって、このような新しいアイデアで世界に出ていって、外国の農地と労力を使って日本の食料の自給問題の解決のために一肌を脱いでみてはいかがでしょうか。特に日本人が好むような有機農産物を生産しやすい、湿度の低くて労賃の安い生産地は世界中にまだまだたくさん残しているんです。この狭くて湿度の高い、たくさん農薬を使わなければならないような日本の農地でできるものだけで、日本の食料自給率を上げなければならないという制限は今日ではどこにもないと私は思います。今後日本農業が目指さなければならないのは、この狭い日本の国だけのために食料自給を考えているといういわゆる狭い意味での食料自給ではなくて、広く国際的な視野に立って世界の食料問題をも同時に解決に導くような新しい方策を立ち上げるべきだと私は思います。そしてそこから自然に日本の食料の安定確保を作り上げていく方法が一番正しい方法だと思います。そのためにはまず、お金協力として国内の農地の100万ヘクタールの集約化を進めることだと私は思います。そうすれば日本の農業の生産性も20から30% は改善されることでしょう。農業収益が見込めない農地は諦めて休耕させることです。それと並んで北米と南米、それにオーストラリアなどので200万ヘクタールの新しい農地を造成し、穀物生産を始めれば、ひとまず日本の食料確保の問題は解決されると思います。こうすれば日本の食料のコストも現状よりは最低 20% は安くなるだけでなく、日本人の好む食料安全性が向上されると思います。200万ヘクタールの新しい農地と聞けばとてつもない面積的には聞こえるかもしれませんが、世界の他の国が動き出すまでこの事業を始めれば、そんなに難しい仕事ではありません。世界地図を広げてみればわかります。この地球の上で200万ヘクタールというような農地はこれはわずかなものなんです。またこのような日本人が主導する外国での食料開発の事業は、単に世界の食料問題の解決への助けとなるばかりでなく、発展途上国の経済開発援助のためにも大きな意義があるはずです。昔日本が台湾を統治した頃、莫大な予算で台湾に水利ダムを作り、台湾の農業開発の基礎を作った話を聞かれた方もいるでしょうが、このような善意が長く両国間の関係を良好に保っている基礎を作ったのだと私は思います。そしてこのような外国での農業開発というものは何も目新しい話ではありません。1900年初頭から始まったハワイ移民は、日本人による
ハワイのサトリビ栽培の開発から始まりました。その次に始まったのはブラジル移民やカリフォルニア移民は農業を開発移民だったのです。特にサンパウロを中心にしたブラジル移民はこの国の農業開発に大きく寄与し、今日でもそれが延々と続いています。また昭和の初頭から満州国の開発は農業のみならず新しい国を作る仕事であり、日本人はこれに大きな成果を上げました。さらにまた日本国内でも明治の初期からは北海道開拓という大きな仕事を始め、これも成功させています。これらの例から見ても分かるように、日本人は歴史的に農業開発で世界に大きな貢献をしているのです。しかし私は提案します。中南米を中心にした新しい農業開発は昔のような苦悩に満ちた命がけの開発ではなく、もっとスマートで近代化されたものなのです。短期間で成果が見られる新しい活動のものでなければなりません。そして今の日本はこれを成功させる経験と知識、それに資金が備わっています。もし政府や銀行がそんな都市には興味がないといえば、日本農協の総元締め農林中金、ここにはすでに紙の配格が90兆円で売っています。彼らがこの90兆円ですの預金の中から貸し出している金はわずかな10兆円です。また80兆円が金庫の中で眠りをしています。ただこの農林中金が監修したのは昨年の11月に発表したグローバルシードファンドという形の投資です。この計画のこの、農林中金の計画、最初の計画は、わずか5000億円ですが、これを5兆円10兆円の規模にするならば世界の食料増産に画期的な成果が期待できるはずです。こうして資金ができれば、後の仕事は日本の優秀な総合商社に任せ、我々農業者が先頭に立って旗を振るのは一番いいと私は考えています。皆様方も昨年の秋に同時のフィリピンでのバナナ栽培とアジア地域での有数の缶詰部門を日本の総合商社の一つが買い取りだというニュースを聞かれたことと思います。まだ食料関係ではマルデリが36億ドルでアメリカの穀物使用した第3位のガビロン社を買収したという話も見当たらしいニュースです。これでマルデリの穀物の世界の貿易量は世界の 10% になると言われています。そしてまたこのマルデリは南アメリカでもブラジルとアルゼンチンを中心にここ数年以内に年間の穀物流の調達量を500万トンまで押し上げていくと思っているということです。またこの他の日本の商社の三菱商事やトヨタ通商も同じような計画を練っているのです。こうした総合商社による農産物の大量生産はこの先の10年間で画期的な進展が期待されています。このように日本の総合商社は市場を抑えるだけでなく、比較から生産を含めて物流まで世界的なシステムを構築しているのです。そしてこのような新しい国際開発は戦後60年日本の農業をやってきた全盛的なものに比べられない優れたものであり、また国際協力の一環としても大きな